皆さんこんにちは。阪南大学公式キャラクターのハピナンと国際観光学部2回生の島はるかです。今日は今から阪南大学に誕生した2つの新しい施設をご案内いたしますね。それでは私たちについてきてください。レッツゴー。じゃーん。どうですかこの存在感。阪南大学50周年記念事業の一環として本キャンパス内に誕生した50周年記念館です。館内にはキャンパスライフを支える施設が充実しています。阪南大学の新しい顔として学生の人気は急上昇中。では早速館内を見ていきましょう。じゃじゃーん。1階部分入ってすぐにあるのがこちらのカフェラウンジです。おしゃれな雰囲気のカフェでは友達とのおしゃべりや時には勉強などみんな楽しんで活用しています。ここ2階スチューデントコモンズではレポートや論文、就職活動に必要な履歴書、エントリーシートの書き方や情報収集の方法もアドバイスしてくれます。その他英語、中国語、韓国語などの語学学習ができるグローバルスペースやミーティングスペースもあります。充実した学生サポートが嬉しいですね。さあ50周年記念館の目玉、ここ4階にはまるで映画館のような500名を収容できる記念ホールがあります。式典や講演会の他に大教室としても活用しているんですよ。ここは記念ホール隣にある記念ラウンジ。文化、芸術、学術に携わってきた阪南大学の歴史がずらーっと展示されています。阪南大学を身近に感じてもらえたら嬉しいですね。ハッピーナン。ここ阪南大学あべのハルカスキャンパスは2014年3月大阪天王寺にグランドオープンした地上300メートル日本一の超高層ビルあべのハルカスの23階にあります。交通に便利なターミナル立地を生かして学生支援、社会連携、教育情報の発信など阪南大学の新しい活動拠点となっています。では早速施設を見てみましょう。2014年3月に新しく開設したあべのハルカスキャンパスのエントランスホール。ガラス張りの設計を生かしたレイアウトでたくさんの光のあふれる空間なんですよ。エントランス奥にある受付カウンターでは大学職員の方が常駐していて何でも相談に乗ってくれるんですよ。しっかりと相談をしたいときは相談室があるので周りを気にせず相談もできます。全面ガラス張りで開放感のあるオープンスペース。ホワイトボードを利用したグループワークもできるからさまざまなミーティングにバッチリ。こだわりのデザインのソファーは座り心地がとってもいいんです。ソファーからの眺めも最高で大阪城や天王寺動物園も見渡せちゃいます。新聞や雑誌を読みながらのんびりするのも素敵でしょ。アクセスのいいあべのハルカスキャンパスでは就職活動をするのにとっても便利。新聞、雑誌、就職関連の本が置いてあるパソコンコーナーでは情報収集もはかどります。またノートパソコンを借りることもできるんですよ。ここセミナー室は各種講演や授業が行われているんですよ。セミナー室は全部で3部屋あり、各部屋を区切る壁は取り外すこともできて用途に応じて一つの大きな空間にもなるんです。どうでしたか。皆さんも阪南大学に来て私たちと一緒にこれらの施設を利用しながら学問にキャンパスライフに充実した日々を送ってみませんか。いつでも見学はできるのでぜひいらしてみてくださいね。私たちも皆さんにお会いできることを楽しみにしています。